会場から長崎の花を望む中央左の低頂部に長崎美古墳が所在。中央右の高頂部は八島北嶺、右左右は八島南嶺。長崎美古墳は香川県高松市八島西町にある古墳。形状は前方公園墳。国の史跡、天然記念物、八島に包含して指定されている。高松市北部、瀬戸内海に突き出す八島において、 その先端部である長崎の花のお根状に築造された古墳である。これまでに明治初年に乱屈されたというほか、1997から1999年度に確認調査が実施されている。墳形は前方部の開かない絵鏡式の前方五円形で前方部を西南西に向ける。墳球は三段築成。墳球表面では、 付近石が認められるが、埴輪は認められず、首入部付近で小型丸底壺つ1点のみが検出されている。主体部の埋葬施設は、公園部における縦穴式石室で、石室内には、麻生溶血行海岸製の栗抜き式船型石棺が据えられている。この長崎美古墳は、古墳時代中期の五世紀初頭頃の築造と推定される。当時の八島は、 離れ小島であり、周辺で経済力を示す濃厚平地も認められないことから、築造背景としては、海上交通を掌握した被装車像が想定され、阿蘇石製石管の使用も、その広範な活動を示唆する。加えて、香川県内の多くの古墳とは、立地、方位が異なる点や、三段築成で精緻な吹き石を、 有する古墳が、香川県内では他に見られない点などにおいて、被災地的な特色を示す古墳になる。古墳域は1934年に、国の史跡、天然記念物、八島に包含して指定されている。古墳の規模は次の通り。主体部の埋葬施設は、縦穴式石室で、公園部において構築される。母校の規模は、長軸6メートル、幅3.5メートルを測る。 床面には玉砂利を敷き、それに埋没する形で石棺が据えられる。また玉砂利の上面には安山岩遺体子が小口積みされている。石棺は麻生溶血行海岸製の栗抜き式船型石棺で、長さ2.5メートル、幅1メートル、棺豚高さ0.20メートル、棺身高さ0.55メートルを測る。外の側縁部片側では、縄掛け突起3個が、 棺つの樹部では、船べり状突起は認められるほか、棺つの底面は、半円状を呈し、管内面には、赤色顔料が塗布される。この石棺は、北日後地方の菊池川流域における政策と、推定される。香川県内では、それまで同地域産石棺の使用は、五世紀中央の、丸山古墳、青塚古墳以降とされていたが、五世紀初頭の、 本古墳での発見はそれを遡る時期に修正するものになる。ありがとうございます。